ともです。エボです。はい、今回は、1年ぶりの開催、うん、P1 グランプリ、はい、プレフォー的に、シダドライバーしてきた中の、うん、まあ、ナンバーワン決め、うん、一番飛ぶモデルはどれ、うん、で今回はトモ編です。トモのマーヘッドスピードは、まあ、45ぐらい、うん、大体ね。ユピテルとかだったら47とかだろうけど、うん、まあ、その辺の人たち向け、うん、で、まあ、トモは、スライサーというかね、アウトサイドインの、うん、ちょっとスピン多めの、うん、まあ、典型的な日本人に多いそうだね。まあ今年のモデル、若干トモが去年の秋冬あたり、まあ、怪我をほとんどしてて打てなかったモデルもあるけど、まあ、半分以上は打ってるよね、うん、なんで、まあ、その中から、ベスト5を決めていきたいと思います、はい、1位、なんで5位からいきましょうよ、はい、5位から、はい、どうぞ。はい、5位はプロギワプロギワなんだそれ。はい、どうぞ。プロギア RS-E、うん、まあ、噛むぐらいの感じだね、はい、RS の E の方ね、うんうん、今4兄弟になったけど、うん、その中でも E G って言われてる方のやつだね、うん、RS とか F の方はカチャカチャついてるけど E はついてない、うん、シダをした時にカスタム の、うん、SL 系短尺で売ったんだけど、うん、短尺ってこうボール上がらないとか、うん、RSE のヘッドのおかげで球をこう上げてくれるなっていう印象もあったし、うんうん、まあ本当は純正打ってやみたかったんだけど、ヘッドのこのポテンシャル的にはいいなっていう風な感じ。そうだね、うん、だからその頃はまあ短尺で打ったんだけど、まあ次機会があれば普通の尺のもので打っても結果もっといいのいいのかなという気がしたね。4位、タイトリストの TS1、 お、TS1、 結構新しめの最近の、そう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 、まあ、こっちも4兄弟そうだね一番、まあ、軽い、優しい、うん、もう 270g 台、うん、これは純正だったね、純正ディアマナ、う、ね、うん、僕はこの純正ディアマナ練習場とかさ、トリカゴでそのガンガン振りそうなんだけど、いざコースで軽くというかね、うんうんうん、ちょっとまあ落とし目で振るのにはまあまあ良かったんじゃないかなと思うんだけど、うん、軽さを、うん、なんだろうね、感じないっていうか、うん、極端に、うんうん、で本当に多分コースに出た時に軽く振っても捕まらないっていうことがないぐらいいいと思うし、うん、僕が振ってもね、初速かなり出るんだよね、ヘッドが、うん、だからそれはね結構いいかなと思うね。あとカチャカチャついてるっていうのがね、うん、ちょっとこう球吹けるなと思った時にちょっといじれるっていうのもいい、うん、僕はこのタイトリスト入門っていう感じで、これいいんじゃないかな、うん、ちょっとヘッドスピードある人でもシャフトをね、ちょっといいの選んだら、次は3位、はい、3位、キャロウェイ、エピック、フラッシュ、スター、スター、今度はまたカチャカチャつかないけど、うん、ペリメーター的な、うん、後ろのドロー、うん、程度が調整できる、新しくなった、うんうん、あとはまあ AI、フラッシュフェース、そうだね、うん、音がすごい、これだけその兄弟の中で、フラッシュ兄弟の中で一番声がでかい、ね、声がでかいコースでね、カーンっていうからね、まあ、そこがね、若干好き嫌いがあったりするかもしれないけど、うん、優しい、球上がる、うん、で、まあ、捕まる、そうね、みたいな感じかな、そこも出るしね、うん、まあ、スピンが少ないね、球高いのにスピン少なくてドーンって飛んでいく、こういうのにカスタムを、だから今までのこの3つに関しては、ちょっと 50g 台のカスタム入れても面白いよねっていう流れの中でね、はい、次、はい、ネクスジェン7、プライベートブランドですね、そうそう、ここでこれはね、俺はなぜネクスジェン7を選んだかって言ったらね、うん、やっぱネクスジェン7の歌が気に入ったね、うん、カラオケでもあるやろ店内で流れてたよね、最初の頃は、うん、なんかと思ったんだけど、ね、うん、EIF シャフトがまたちょっと新しくなって、うん、ヘッドも新しくなって、うん、どっちかというと一般向けになったのかなっていう、幅が広がった、そう、6の時よりも癖がなくて、うん、まあ、普通に打てるって感じ、うん、
一番ヘッドスピードが出ます。このシャフトのおかげというかね。シャフトのこの癖がなくなったよね。このビョンとか走ったりするわけでもないし、カクンってこうなるわけでもないけど、戻ってくるみたいな。もうこれに関してはヘッドというよりもシャフト込みの感じするね、うん、6よりかも癖がない分、ドライバー何すればいいか迷ったら、とりあえずこれ1回しただけでも打った方がいいクラブっていう感じだね、うんうん、次が1位だね、うん、はい、これは来週なんでいいから、なんで分けた、小ボケを少し、なんで分けた意味があるの今回はこの辺っていう、はい、1位は、キャロウェイエピックフラッシュのサブゼロ、うん、ここに来てハードですね。なぜか1位だけ。今までは軽い優しい捕まるっていう感じだったんだけど、で僕は今までのエピックとかさ、うんうんうん、まあローグもだったんだけど、うん、サブゼロっていうのは手ごわくて、手ごわいね、その球も上がんないし捕まらないし、うん、っていうイメージだったんだけど、このエピックフラッシュになってからペリメーターがついてさ、で僕みたいに捕まらない人でもちょっとドローに設定したりとか、うん、ちょっとシャフトをねカスタムちょっと軽めのものとか入れたりすると打てるぞと、うん、でもまあ一番初速が出るので、そうね、コースに出た時にめっちゃ気持ちいいのよ、その飛んでいく球の様が気持ちがいい。少しまあ憧れ入ってるけど、そう、まあ、そのペリメーターでドロー最大にして、うん、まあ、ロフトも9とかな、 9.5 かなじゃなくても、うん、もう一個上の 10.5 度とかをさらにプラス1度して、うん、顔捕まる風にしたりすれば、もともとロースピンだから、うん、全然そっちの方が捕まるし、うん、ロースピンで飛んでくれるっていうので言うと、まあ、1位でもこう調整次第で効くのかなって、うん、ね、まあ、コースで本気打ったら本当飛んでたなっていう、めっちゃ飛んで感じだったね、うん、そんな感じですかね。そうね、まあ、40、うん、ヘッドスピード40前後ぐらいかな、うん、ね、うん、の人たちに良さそうなクラブをプレフォーがランキングしてみたと、うん、次回やりたいと思います、うん、はい、今回は